ダイアンツさんのバーディーチャンス。お腹いっぱいご飯も食べて、はい、元気出てきました。ちょっとお腹痛いです。お腹痛くなってる、うん、食べ過ぎましたもう、はい、池田さんに振り回してるよ、はい、この番組で振り回してるよ。大丈夫？大丈夫です。いけますか？はい、もうね、プロも森森、はい、相変わらずステーキ食べて、はい、美味しかったです。一番最初にステーキとジンジャーエール一番最初に言いました。もう俺ぐらいでちゃんと見てバランス見て間ぐらいのやつ、はい、冷麺ぐらいにしておこうかなみたいな。これが大人よ。そんなんいいんですよ、昼 ご飯の話は。何するんですか、ま、プロ。はい、噛んでないよ。噛んでるよ。池越えのショートになります。これはちょっとなかなか雪浦さん、視覚的に池越え、やっぱ池意識しちゃいますからね。ちょっとだいぶ意識しちゃう。 すごいショット見せようぜ。見せましょう。ベタピン、ベタピン、ね、ホールインワンとか。おお、めっちゃくちゃ回るで。200万回再生ぐらい。本当に行くよ、ホールインワン出たら。ちょっとそれ目指そうぜ。はい、行きましょう。早速行きますよ。ガイガイステイ。この番組は伸びしろだらけの津田さんと常に90代で回りたい幸平さんに三浦桃香プロがゴルフレッスンをして2人の上達具合を楽しむ番組です。今回の舞台は愛知県豊田市にある小原カントリークラブ。標高が高く市街地より5度涼しい避暑地コースです。池と自然林が豊富な大自然に囲まれ、地形を極力生かした美しさと戦略性が調和する18ホールです。今週は池越えがプレッシャーとなるパー3、17番ホールを使用します。誰からの？私からじゃ。うえい歯多いな。本当だよ。改めて言うなよ。歯あ、待ってなかった。誰から、はい、何がですの？何今の？やだ。何どうしたの？126ヤード、あ、池越えのパー3です。はい、言いたかったんです。なるほど、視覚的な、ね、めっちゃ歯しか見ない。歯しか見んなよ。歯しか見ない。歯で歯だけ見んなよ。歯がゴルフやるんか。さっき言ったけど、はい、歯じゃねえもん。お前では番組開始以来津田さんを歯と思っているモモプロからティーショット。もうプロはもうティーアップせず、まあ、ティーをさしてしまうとフォローの風に流れやすいのかなと思って、ちょっと低い球でいきたいっていうの。待って、9番やんで。9番やん。わあ、おっと、おお、右だったけど。ありがとうございます。少し強めのフォローの風を計算しつつ、ピンまでおよそ6メートルにつけたモモプロ。続く幸平さんは7番ウッドでグリーン横のラフへ。ちゃんとね、こうやってティーグラウンドのね、ティーアップする位置を選ぶのは大事です。まず素振りしましょう。いいですね。いい素振り。そして乗った。おお、でもちゃんと打ててる。おっきい。私と同じとこ行きましょう。全く同じとこ。すごい振りますね。なんか素振りやっぱりしっかりすることで。なるほど。緩みなく。ここであれですよ、私たちが習ったアプローチを。そうやね、次行けばね。そう、ワンパットで行ける距離まで再確認しましょう。はい、はい、行きましょう。行きましょうと言いながら津田さんなぜか打ち直します。しっかりアドレスからグリップを握ってあげると安定します。途中で右手力入ると引っ掛けやすいので。そうそうそう、しっかり最初から握る。しっかり最初から。これちょっと出てんちゃう、うんうん、雰囲気出てるよ。すごい。うわ、乗った。うわ、おお、ナイスゴーイ、ナイス。あ、今日初めて聞いた。ちょっと今のボールでね。何ですか？え？でもこれ、これ別にあの打ち直しですか？ね、打ち直しですよ。何言ってるんですか？僕は初めて打った。うわ、怖っ、怖っ、怖っ。今僕は初めて打った球なのに。あ、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 で、ゆきらさん、巨人、巨人が。編集してごまかして、なんかテレビって怖いよみたいなこと言ってたけど。初めて打った球。それでは幸平さんのセカンドショット、レッスンの成果は？お、うまい。
止まれ。ちょっと大きいけど全然ナイスですよ。めっちゃうまいよ。うまいやん。スピン効いてるもん。ラフからのアプローチに成功した雪平さん。一方津田さんは境目、これ一番アプローチで難しいです。すごい。ここで一番大事なことは緩まないことです。はい。で、長く握ってしまったらしっかり握れなくてちょっとやっぱ緩んでしまうので、うん、結構もうグリップっていうシャフトあたりぐらいまでしっかり握って緩まずにズンと打ってあげるように。でこれは結構ランを出ることを想定するので、うん、傾斜も左側に傾斜してるので、はいはい、だいたい右側のこのあたり着地するようなイメージで打ってあげるようにすると。これもまっすぐ引いてまっすぐ出す。もちろんです。それも全部共通で、はい、緩んだらダメです。緩んだらダメ。しっかり握る。緩まない。いいですね。早いよね。めっちゃ早かったですよね。はい、あ、もう一回。はい、素振り握ってもらって、うん、もっとしっかり握ってフェース閉じたまま出す。はい、はいはい、イメージ的にこう払うっていうよりも打ち込むようなイメージ。打ち込むね。はい、そうです。これや、完璧や。本当に早くなります。全部早くなります。だからゆっくり心がけてください。せっかちくん。ラフとの境目にあるボールの時はクラブをかなり短く持ちしっかり握る。そしてボールをすくわないで打ち込むイメージ。続いても津田さん、3打目は弱い。早いもん。なんでこんな早なんの俺。ゆっくりゆっくり。ボール右。ボール右。はい。ちょっとちゃんとしてください。ちょっとひどいわ。なんで？めっちゃすくってますもん。今はもう完全に苦手意識が出てました。構えて握って。58度じゃないんか？いや握って握って構えて。なんか58度ちゃうんちゃいます。手から感じてしまいました。ああ、何？本当優しかったもん前までのプロは。私なんで？いくよ、ほら、せーの。なんか厳しいことした？私なかった。もっと優しかった前まで。もう一回素振り。待って。わー、上手。あー、上手だね。頑張れ。もっと足閉じて。ボールの気味だよ。頑張れ。しっかり振って。あ、いいね。当たりよかった。おかっこいいね。すごいね。いい、これでいい。これでいいよ。すごい球が。すごい。どれが本気か分からない。球がすごいよ。術みたいな。星座みたいになってるよ。さあ、残すはパットのみとなりましたが。やばい、これ土砂降りになる。やばい。ここで急な雨に襲われます。雨も強くなる一方なので、とりあえず足早にホールアウト。このままだと番組の尺が足らないので、この後はなんと2度にわたる反省会お届けします。はい、ショートホール折れました。ちょっとね、雨が、そうですね、まさか降るとは。雷も鳴っておりまして、ちょっと危険ということで、僕の判断でトロトロとしてたけども、マガーン言うて A 段とさせていただきます。このショートホールどうでしたか？見事津田のワンオン、そしてワンパットでバーディー。待って、え、何ので、プロがパーで、ダボ。いやひどいよ。許せない。次からの番組は雪平梨沙のバーディーチャンス。すぐ乗っとる、はい、ボギーやったっけ。はい、ボギーですよ。なんでわからないんですか。もうアプローチが ね、すごくうまくいってましたね。ほんまにあのアプローチ天才的な、はい、もうちゃんとおさらいして、ね、習った通りに私は打ちました。でも津田さんはなんか変な球打ってましたよね。あれ俺合ってないかな、あの打ち方。いや違う、苦手意識が強い。言っていいですか、津田さんの真似していいですか、うん、素振りするじゃないですか、うん、こうやな、そうですね、そう、まだ悪い。こんなんやってへん、ほんとにそれ。こんなんやってへんもん俺。そうですよね、本当にそう。どんなんなってた、本当にそう。いやもうめっちゃ早い。じゃあ、はい、この後反省会やけど、
おのおの反省するとこちゃんと反省して、はい、あれじゃあ行きましょうか。笑顔になるとこ笑顔行くで、ね、今日は反省するとこいっぱいあったよね。はい。何ですか。早いの。いや、ゆっくりゆっくりやろうやろうっていう頭あるんですけど、やっぱボールの前でやっちゃう。かっこ悪い。目の前。かっこ悪い。ゆっくりがいい。ゆっくりして終わった後にこうしっかりこうどうだみたいな顔でボール見ていくのがかっこいいですよね。なるほど。ちょっとこの早いのなんとか直したい俺。ゆっくり振るのもルーティーンが大事なので、うん、素振り。練習からですもん。練習場から素振りをするやってないでしょ。すごい雷ですね。あおへそ取られましたか。怖い。あこれは結構やばいですね。でも両方怖いし、カメラでも怖いし、プロも怖いし。こうなったら、はい、みんなやめてください。ゴルフはそうですよ、はい、雷になったらやめてください。で津田さんですよ、一番最後までゴルフされてたのほらやめて帰るよって言って。紳士のゴルフですからね。紳士ので紳士のスポーツなんだか。紳士のゴルフ、紳士のゴルフ、紳士のスポーツね。紳士のゴルフだ。自然との戦いですからゴルフっていうのは。そうですね。うわ聞こえてるこれみんな。でも俺はもう一本取ると思いましたよ。一人でどうぞ誰も行かない。とりあえず津田さんは早い、はい、そして練習場でちゃんとそれをやりましょう、はい、向きもね。まあ、ほらちょうどええタイミングで雷と雷。怖いやらそう。雪原さんはね、はい、でも気をつけることがねできてきてるので伸びしろだらけです。これから、ね、私はちゃんと押さないようねしてますもん、はい、素振りもしっかりできるし目標も確認してるし、うんうん、近づいてきてます。頑張りましょう。はい